ようやく、近代園を売る感学や江戸名所図絵は、江戸時代後期の天保年間、斎藤を決心が七巻二十冊で刊行した、江戸の地史である。長官図を用いた、長谷川節丹の総図も有名。神田の町な主であった、斎藤長州、太い斎、月新の三代にわたって書き継がれた。長州は、京都の名所図絵に刺激を受け、完成期に編纂を開始。 発刷本として、刊行予定で、1798年に出版許可も得ていたものの、1799年、長州は63歳で病死。後を継いだ婿養子用紙の太い彩は、公害文などの追捕に努め、長谷川切丹に顔依頼した。1818 18年に太い彩が死去し、その刊行は月心に託された。前半一三巻は1834年。 後半四七巻は1836年に刊行された。武蔵、江戸の由来、日本橋から各所の寺社、旧石、橋、坂などの名所について記しており、近郊の武蔵の川崎、大宮、船橋などにも筆が及んでいる。交渉の確かさと当時の景観や風俗を伝える切断の総図が高く評価されており、 江戸の町についての一級資料になっている。七巻二十冊で法学順に記述している。天クルル、天ン,センは北斗七世の中国名、鶴見橋。沼に、書房の江戸名所図へ CD ロム版、地区学名文庫、新定江戸名所図へ一録がインターネット百科事典ジャパンのレッジにコンテンツの一つとして収録されている。また、 国立国会図書館デジタルコレクションでは保護期間満了の資料としてオリジナル版とありとも同書店版が無償で公開されている。ありがとうございます。